ラース・アル・アインは、シリア北東部のハサカ県に属する、トルコとの国境の都市である。国境の北側には、トルコの都市、ジェイランプナルがある。海抜は360メートルで、ハブール川が流れる。町の名は、泉の塔を意味し、100以上の天然の湧水が近くにあるところから、来ている。有名なものには、ミネラルの豊富な温泉である、ナバールケブがある。 人口は2009年時点で24,043人。アッシリア人、アラブ人、クルド人、アルメニア人、チェチェン人、シリアトルクメン人など多民族からなる。メソポタミア上流部の一角にあり、戦死時代から農業を営み都市を築く人々がいた。町のすぐ近くには新石器時代のメソポタミアの重要な遺跡で、ハラフ文化の代表的遺跡でもあるテルハラフや、 ミタンニ王国の首都、ワシュカンにと推定されているテルエル・ファンハリアヤの遺跡もある。新アシシリア王国の記録にある都市主観のものとされる、いよかもテルエル・ファンハリアヤの近くにある。古典古代には、ローマ帝国、続いて、東ローマ帝国の支配が及んだ。この地には、レセナというローマ都市があり、テオドシウス一世が死としたことから、テオドシオポリスとも呼ばれた。 長年サーサー・ナサ、ペルシャとローマ帝国との間に続いた戦争では、243年に行われたレセナの戦いで、ローマ軍がペルシャ軍を破っているが、その後ペルシアの将軍、アドハルマハンが、東ローマ帝国の守るレセナを二度破壊し、後にサーサー・ナサがレセナを征服した。640年には、アラブ人のイスラム帝国により征服された。 東ローマ帝国は10世紀に一時この地を奪還し、略奪を行っている。12世紀の十字軍の時代には、エデッサ白国のジョスラン一世がレセナを陥落させ、アラブ人住民の多くを殺し残りを奴隷としている。その後は、ザンギーアサ、アイユー部長などに征服され、14世紀にはティムールが、町を略奪した。16世紀には、ラース・アル・アインは、 オスマン帝国の支配下となった。第一次世界大戦後は、オスマン帝国が分割されたことにより、ラースアルアインも分割されてしまった。町の北半分は、トルコ領となり、レシュライン、後に J ランプナルとなったが、町の南半分は、国際連盟の委任統治領シリアの一部となって、現在のラースアルアインになっている。2010年代のシリア内戦の過程では、 クルド人勢力がアイソルやシリア政府の影響力を市内から排除したが2019年10月のトルコ軍の進行過程では市内がトルコ軍の攻撃にさらされることとなった10月17日には5日間の停戦が成立したが停戦条件にクルド人勢力の国境線付近からの撤退が盛り込まれており同勢力は10月20日までに 市内から撤退を行った。ありがとうございます。